ってみてやるから、あの自分でなりのプレイヤーズ名誉、はい、あその言葉とかも変えてもいいし、わかりました、うん、純烈なんだわ、来ないですか来ないですか、は自分ですか、プレイヤーズミオのお時間です。もっとああ、で、最後の笑顔だ。ずっと言った後に笑うの。そんなんで、そんなの、なんだ。おじさんです。ああって思われた。やばい。お時間です。きついです。ないんだなあーって。もう一回ちょうだい。いや、もういいです、もういいです。次行きましょう。はい。はい、本物、本物、本物。本物もこっちちゃうし。あ、違いやんだよ。もういいや。もういいですね。で、あれね、まあ、レギュラーの岡本、一平ちゃんが、もう企画がないと。困ってると。困って。困って。もうなんか、手札がないから、うん、なんかちょっとなんかいい企画がないかってことで、まあ、俺らが持ち込む案を出すっていうね、まあ、さっきカズトが、はいはい、多分この1個前の動画でゲーム出してくれたけど、はい、なんかありますか、あれ、まあ、自分が考えたんですけど、自分が考えた意見としては意見まあ案件としては案件、まあ一本の動画を作るとしてはまあ、4人でまあバーテをします。は4人でバーテをして負けた人一発芸3連発どうですか、マジかどうですか、バーテどうなりするの、グラウンドでバーテして負けた人一発芸3連発また地獄やん、もういややりたくないですよ、やりたくないんでいいのかな、逆にいいのかな、だから選手4人でとか、まあ、別にスタッフとか入れてバーテをして、うん、最後の人が3連単の3連単の3連単、まあ、この4人でもいいですよ、そうです、じゃあこの4人かカモ君入れるかどっちか、あ、もちろんレギュラーは入ってほしいです、そうやな、ここに座ってるだけでな、カモ選手、コクリョ選手はまあでもそうですね、入ってほしいです、入ってほしい、それも含めて確かにな、はい、もう10年目なんで、そうです、10年目なんで選ばさせてもらって、1個前の動画でな、勝ったもんな、勝ちました、うん、だからそこはこれはもう否定できへん、そうですね、準レギュには一言言ってやれ、カモに、もう、準レギュは取ったけど、まあレギュラーも取るからっていうその前だもん、次レギュラー争いのパードル、次はお前の席やぞと、そうですね、そうですね、もうここちょっと変わろうかな、あいつ準レギュ落として、カモ選手を準レグ、準レグ、レグさっきから言う準レグ、準レグミスじゃないやん、もうずーずーずーさっきから準レグ気になってたけど、カモ選手を準レギュで、レッグをレギュラーっていう、で、お前はもう最初のこのやれよ、してくれよ、いいですか、してくれよ、本気、本気出しちゃうよ、本気出しちゃうよ、ついにやったよ、なんか本気は足りないです、カモ君は、まずちょけてるね、あれですよ、なんか疲れた顔で、プレミアの時間ですとか言ってるじゃないですか、全然もう足りないですから、ちょうだい、ミーヨの YouTube チャンネルってさ、これっていうのを見してやれ、そんぐらい出さないと視聴率上がんないよって、いけ、いけ、佐藤、まあ、数字を取りたいならこれをすると、ありがとう、いけ、佐藤、いけ、いきます、うん、やれ、プレイヤーズミオでーす、多分もう1回もあの満点が出たら、もう次はダメだ、そうですね、プレイヤーズミオでーす絶対面白いですね、って感じですね、自分の案件は案件っていうか、まあ、面白いと思うな、どうですね、これでな、次練習の時やるの、次やる、まあ、それ以外まで一つね、はい、一つなんかある、別にあんねんけど、俺トーク強豪校あるある的なやつを一個欲しかった、はい、まあ、これバッとおもろいぞ、俺一部直るから、おもろい、じゃあもう、優勝君の企画はもうボツこんだけ時間があって、うん、なんもう対応力ゼロというボツ
久しくが言ってる間に考えてみてね。俺はそのまあ似てるじゃないけど、なんかサッカーじゃないなんかジャンルでなんか勝負対決みたいなの、例えばね、例えばやめとけよ、いじってくんな。例えばなんかその何の、練習後になんかウイダ一気飲み対決とかコーラ一気飲み対決とかじゃないけど、なんかもうそんなもうしょうもないなんかやつのなんか対決みたいな、やりたいです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 、はい、なんか対決もの、そうそう、なんか対決版とか、そう、そういうのがやりたいなみたいなとは思ってて、そういうのをちょっといろいろすごい俺の中で頭あんのよ、これをこうしたらおもろいなっていうのが、うん、でもこう言っちゃうとバレちゃうからさ、いろんなことが、あー、なるほどね、そう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 、やりたい、この案件が通ればいい、ね、そう、こういうのもあるよっていう案、こうなんか案があるんだけど、そう、いや、それもおもろそうですね、その企画、うん、そう、俺はそれがなんかおもろいかな、なんか最近 YouTube ばっか見ててさ、はい、いろんな YouTuber がいろいろやってんの、はい、まあ、そういうの見てて面白いなと思って、うん、いい企画です、うん、いい企画です、マジでやりたい、やるやく、はい、いい企画です、やるや、え、今考えたんですか、この間、この間考えたんですか、考えたけど、いろいろやなんて考えたやったやん、やったやん、やったやん、何言うの、それ言いたいだけやん、お前なあ、ええよ、取れよ、取れよ、数字取れよ、俺いじって数字取れよ、ええよ、数字取れよ、これは今、この数字は4人のものだから、うん、この数字は4人のものだから、協力しましょう、4人で取れましょう、お前はほとんど俺見て喋ってるからな、お前変わるか、俺ここ行こうか、こっちで喋ったよ、お前うるせえ数字取りたい、取れよねえな、なんか言ってんの、言ってやれ、いやでも、数とこっちも見ていきます、え、こっちもめっちゃ行きます、目合います、知らんがな、あ、すいません確かにそれは知らんがなよし、みたいな感じやなって感じかな、企画はで、お前の時ないの、いいよ最後まで言ってよ、ま、マジでなんか一応、最後まで言ってゆる大予想して、いや、じゃあそのもう一個、あ、もう一個っすか、あ、え、ゆる大予想、あ、そのあれパンケーキさんの詳細ちゃん、あ、強豪校あるある的な、強豪校あるあるっていうか、あの母校あるある的な、あ、これこのエピソードやばいなみたいな、このエピソードめちゃめちゃえぐい話みたいな、中学校とか高校、あ、そう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 、まあ、大体高校やけどさ、その高校独自の特徴、あ、そう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 、あ、まあ強豪校、うん、まあ強豪校じゃない人はあんまりわからんと思うけど、まあでもエピソードはあります、強豪校じゃなくて、どこやったっけ、やっぱり雪降る、どこやったっけ、旭川実です、お前、あ、そう、教日な、旭川実です、教日やっけ、朝日が実が極日です、極日、極日、極日、マジでのお前あ、そうだ、朝日が実業、そうです、え、どこでしょ、いや、大阪桐蔭、名門や、ああ、大学どこでしたっけ、え、大学どこでしたっけ、大阪桐蔭、大学、え、なんで、大阪桐蔭、なんか濁してるけど、なんで、え、なんで、大阪桐蔭、胸張らないよ、大阪大学、一番受けたやん今日一番受けたやん大学名で、チームにおんでて、ね、先輩タツの、あ、タツくん、まあ、タツくん、タツくん、何が何が、大阪大学タツくんも言ってた、自分のそういう、何て学校歴から消してるらしいマジで、そうな、消してるんで、なんかそれだけ、あと僕見てるかな、消してるし、見てた、それが実がな、お前実です、知らんかった、それ久しくの大学とかやって中大、え、中大中大、中大、あ、中大、あ、中大、中大、中大、正式名称中央学院大学お前と一緒やな俺の胸張れねえよ、張れねえよ、お前が一応あれやんな、エリート街道やんな、そんなことないっすよ、え、美和生ってさ、エリートの、え、全然全然、お前のエリートの先輩がいるだけで、誰それ、井ノ内か、一応一回見ていいですか、井ノ内って、いや、面白いやろ一応カモくんで、あ、ほんまや、いや、ちゃうかちゃうやちゃうかかぶれもんやろ、全然ちゃうかほんまやな、ガンバユースやもんな、はい、全然全然で、だって同い年に同学年だろ、行きます、
飯の。マジですよ、全然そんな。低いよ。なまあ、カッツユースとかもさ、はい、やっぱりぶっ飛んでるやつ絶対おるやん。います。そういう、この、あそういう話を。そう、もうこういう、一番やばかったな、みたいな。こいつ自体はもうぶっ飛んでるやん。確かに。何がっすか全然。今、いろいろ思い返したけど、結構言えへんっすわ。ピー入ってない。言えてない。いや、もうピーって音ずっと鳴ってる。いいじゃん。それ、ゆきのなんか教えてよ、それ。いや、それ言っちゃったら。あれです、エイシロ君の台無しになりますよ。どういう意味で台無しあれ、エピソードってないんすか、あの、言わないっすか。どういうこと、あれこれからどこの世界が来たの。じゃあ、お前とか出した案件あれやろ。なんか外でやるやつやん。あ、そうそうそう、この今場であ、今もそれを使うの。そう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 。あ、自分のエピソードじゃやっぱ、雪中ですね。雪といえば雪中サッカーだったり雪中走りだったり。雪中って何？わからなかった。あ、雪の上。あ、雪の中。雪の上です。上とか中を。なぜ雪上やったね。なんていうんですか。でも雪中サッカーって言うよ。まあ雪中サッカーっていいですよ。なんかいいですよ。雪の上どうやって走る？雪の上もうなんか埋まりまくって、もうやばい。じゃここ今雪やったらどうする？走り方カメラに向かってやってみて。前こんなもん、ここ前こんなもん。前です。カメラに向かって。前こんなもんです。やめてほしいわ。マジでこんなもん。笑ってくださいよ。その先週さんが何があるの？いやもうなんか、もうほんと筋トレですよ。下半身の筋トレみたいな。なんかだから、なんていうんですか、なんていうんだ、エピソードとしては下半身がもうほんとにめっちゃ鍛えられます、雪中サッカーは。何のエピソードやねん。なんか、エピソードじゃないやん。オチがないな。ここカットやな。マジでここカットやな。でも、その、質問を考えるんやったら、それは自分の答えを持ってるはずですもんね。そうやね。だから、質問者考えてるやん。取り込まない。考えてるけど、別にあんま思んないなっていう話をさっきしとったんすね。ね。誰も、うんって言ってない。俺らは、あの、都民は、大学もグランド一緒やん。生駒山って言って、奈良と大阪の境目にある山だけど、はい、俺らグランド山の上にあって、毎日走って歩いてくるよ、はい、こういう時は、はい、何のお手伝いをしましょうか。やばい、いいってもう。お笑いの手伝いしてもらえよ。お笑いの手伝いしてもらえよ。まあ、で、そのいやタイミングがめちゃくちゃ面白いですよ。そうやろ、ありがとう。まあ、みんな先輩とか昔、まあ、バスで上がっていくんやけど、はい、1年生とかみんな走って上がっていくんやけど、そう、それでまあ3年生とかもたまに走るんだけど、その準備1年生って早くしなきゃいけない、はい、早くしなきゃいけない。でまあそういうのでごめん、あのほんまにやめよう、あんまり思うなよ俺、帰らはしな。ああごめん、無理やもう。助けて、すみません。お前、俺ずるいな。これずるいな。結構はいいわ。それはずるいよ。ありがとう。ありがとう。喜んでいただけて、私も嬉しいです。ありがとう。終わり。戻ってるね。話脱線しすぎたな。すごい。安定から。ああ、マジででもすごい。まあこれで締めますかじゃあ。で、締めてや、全然いく。じゃあ今回はちょっとオチとしてはちょっとね、これ手手とこれパタパタ、ちょっとねオチとしてはね、今回はねちょっとちょっと今回としてはちょっとダメだったんですけど、まあプレイヤーズミオの準レギュラーとしてそのまま飛べ、まあこんなままね、バイバーイ。